昆布は、不透毛植物門滑走後昆布目昆布科に属する数種の海藻の一般的な名称である。生物学が生まれる以前からの名称であるため、厳密な定義はできないが、葉の長細い食用の種が昆布と呼ばれる傾向がある。昆布科に属する海藻でも、大吹き藻は、通常、昆布とは呼ばれない。生物学では、カタカナ書きの昆布が使われるものの、単なる、 昆布という種は存在せず、マ昆布やリシリ昆布、三石昆布などのように、昆布化植物の種の標準和名に用いる。他方、食品など、日常的には、昆布や昆布の表記も使われる。ウェブスター辞典などにもそのまま、昆布として記載されている。海岸に打ち上げられたカラフト昆布昆布かラモン・ディラチ・ボレデ・セインとヴィンセントには次の13、族があり。 マコンブなどが属するカラフトコンブ族、ネコアシコンブなどが属するネコアシコンブ族や、カナダからチリに分布するジャイアントケルプの属するマクロシティス族などがある。コンブ科の海藻は、日本列島では、北海道沿岸を中心に、三陸海岸などにも分布し、寒流の親潮海域を代表する海藻であり、また重要な食用海藻であるだけでなく、大きな藻場を形成したような生態系を保つ。 働きもある。昆布は胞子によって増殖する。昆布の胞子は大きさは5メートル程度であり、2本の弁護を持ち、海中を泳げるので、特に、有宗子と呼ばれる。有宗子は昆布の表面から放出され、海中の岩などに着生する。着生した有宗子は発芽して、配偶体という微小な植物体になる。1個の有宗子から1個体の配偶体ができ、 オスとメスの配偶体がある。死有の配偶体それぞれに卵と生子が作られる。この卵と生子が受精し、受精卵が成長すると、虚子的な、胞子体、つまり、昆布となる。昆布科と同じ昆布目に属する禁煙な種としては、ワカメなどが属するアイヌワカメ科や、昆布の原始的な形といわれる、ツルモ科があり、また、アラメ、カジメなどが属するレッソニア科が挙げられる。 日本の昆布生産量は約12万トン。生産量全体に占める養殖物の割合は約35%。天然物の生産量の95%以上を北海道が占める。また、中国でも80万トン前後が養殖されている。北海道の函館支援岩では、真昆布の養殖が盛んに行われている。真昆布は2年生のため。 その養殖には2年の時間と手間が必要であり、2年栽培のものに近い質を目指した1年の促成栽培もある。また、産業上重要種である三石昆布、利尻昆布、鬼昆布に関しても、その養殖法は確立されている。その他の種に関しては、天然の原則量が多い、もしくは前日の種より利用価値が低いことから、養殖法が確立されていない。 昆布の収穫は小舟から箱メガネなどで海中を見ながら昆布の根元に竿を差し入れ巻きつけてねじり取る。昆布漁に用いられる先が二股になった棒は真っ赤などと呼ばれる。また、ロープの先に針をつけたものを船の上や岸から投げて収穫する方法もある。この他には海岸へと押し寄せてきた昆布を海岸で拾ったり針で手繰り寄せる方法もある。 こうして収穫した昆布を小石を敷き詰めた干し場に運び並べて干す。1から2回裏返しにし、まんべんなく乾燥させる。乾燥しすぎると折れやすくなるため、加減が必要である。乾燥時間は半日程度だが、この間に雨に当たると商品価値はなくなるので、天気予報で雨が確実な日は、失業を見合わせることもある。天日ではなく乾燥機で干す方法もあり、品質は 落ちるが、濃霧や日照不足などの理由で乾燥機の使用頻度が多い地域もある。昆布干しは最適の天候時に手早く、かつ何度も氷を返し、適切に干す必要があるため、干し方専門のアルバイトが募集されるほか、昆布魚場の近くに番屋を張り寝泊まりする地域もある。また、干した後も専用の蔵にて、 寝かせの過程が1から3年、上級品では5から10年ほど必要であり、大変に手間がかかる。昆布の乾燥風景日本における昆布化の有用種は、その有用度から見て、水産物として価値が高く重要な種には昆布、細め昆布、利尻昆布、鬼昆布、三石昆布、長昆布、ガッカラ昆布及びガゴメ昆布が挙げられ、補助的な種としては、縮み昆布、 カラフトトロロ昆布、トロロ昆布、厚葉筋昆布及び猫足昆布があり、さらに地域的に利用されている種として、エナガ昆布がある。なお、日本における昆布の主な産地は北海道であり、特に新昆布、ラウス昆布、利リ尻リ昆布、日高昆布、長昆布などが知られる。昆布を主要な材料として作られた佃煮。昆布は古くから日本各地で食べられており、 主に乾燥させて、出汁を取るために、日本料理では幅広く使われる。さらに食材としても利用され、結び昆布や昆布巻きなどに用いられる竿前昆布は、早煮昆布とも呼ばれ、魚期前に採取された未成熟で、薄い昆布を煮てから干した加工品である。昆布を食材として用いた料理は、日本各地に見られ、例えば昆布締めは、富山県昆布巻き西ンは、 山形県、まさきつけは、北海道の郷土料理の一つとして知られる。さらに北海道では、湯通しした若い昆布を、刺身昆布として食べる習慣もあった。他にも、昆布を細長く刻んで、刻み昆布にも加工され、昆布のつくら煮が作られる。また、表面を薄く削って、とろろ昆布や、おぼろ、昆布にするほか、酢昆布やおしゃぶり、昆布としてお茶受け、おやつにも用いられる。 ロシアで昆布は海のキャベツと呼ばれ、サラダに用いられる場合もあるが、食べ物としてはそれほどよく知られていない。日本の統計局の家計調査によると、青森市、森岡市、富山市が昆布消費量の多い都市で、日本の平均の1.24から1.8倍を消費している。沖縄県那覇市は7位である。沖縄県はかつて、 日本菜昆布を中国に輸出するための中継地点であったことから昆布を利用する食文化が生まれ昆布消費量が多かったものの近年は若者の伝統食離れで消費が減少している昆布の佃煮の消費量が多い都市は福井市、大津市、富山市でこれに京都、奈良など近畿地方の都市が続く近畿地方では古くから北前船によって昆布が多く流通し 独特の昆布消費文化と加工技術が存在するため、佃煮の消費量が多い。昆布の比較的新しい利用法としては、昆布を発酵させて利用することが挙げられる。元来、昆布には硫酸元を持つ物質が含まれており、菌の繁殖を妨げていたのだが、この硫酸期に影響を受けずに昆布を発酵させる菌が海底生物から見つかったことで、 発酵塩昆布の開発に拍車がかかった。2004年には高原本店と大阪府立大学が提携し、発酵塩昆布が発売された。なお、昆布を発酵させる技術は、放手像、京和発酵キリンなどがそれぞれ独自の技術を有する。様々な昆布飴栄養素昆布は、特に豊富な食物繊維や鉄分、カルシウムなどが含まれており、健康食品として人気が高い。 1908年に池田菊苗が日本では古来から食材などとして使われてきた昆布の旨味成分がグルタミン酸であることを発見し、これが旨味調味料の味の素ととなった。他にも昆布には人にとっての必須元素である要素を多量に含有している。厚生労働省が発表した日本人の食事摂取基準によると、要素の推奨量は成人で約 130G。 日、要素の太陽上限量は約2 2ラム日としている。昆布は大量に要素を含み、すぼし昆布1ムで要素の太陽上限量約2 2ラム日に達する。北海道で見られた海岸性甲状選手は要素の過剰摂取が原因であると考えられている。反面、要素の抗腫瘍作用を利用するため、少なくとも3ラム 日を摂取すべきとの説も存在する。調理昆布の表面に付着している白い粉は味の源となっているグルタミン酸とマンニトールで調理前に水洗いをすると流されてしまう。調理の際、出汁に色がつくことがある。このうち緑色はクロロフィルの色素で茶褐色はカロテンの色である。青紫色への変色は水道水に含まれる塩素イオンにより、 昆布の要素が溶け出し、例えばボールや鍋などに付着していたデンプンとが適度な温度で要素デンプン反応を起こした結果であり、この色は加熱することにより消える。昆布からのグルタミン酸の抽出には水に含まれる。ミネラルが悪影響を及ぼすので軟水の使用が望ましい。乾燥した昆布は水分を吸収すると膨張するという性質を持つ。 この性質を利用して医療用拡張器の原材料として昆布化の改造が利用される。子宮系管等の拡張に用いられるラミナリアがそれである。原材料は主にラミネリアジギタタの茎根である。昆布に含まれるアルギン酸を精密化させたものをスピーカーの音響装置に利用する場合がある。和語では古くは食用の改造一般を目と呼んでいた。漢字では 古くは、軍譜、芽、海藻、ワカメなどと当てられていた。本蔵和名には、昆布、一名リングの、和名広女、一名秘書女とあるように、とりわけ昆布を指しては、広芽とか、エビスメと呼んでいた。広芽は、幅の広いことに、エビスメは、エゾの地から来たことに由来すると考えられる。昆布に近い名称はやや時代を織り、イロハーザル衣装に、昆布、イロハーザル衣装に、 古府という訓が確認できる。昆布の語源には諸説あるが、特に次の二説が有力である。一つは、漢名昆布の音読みであるとする説である。この漢名自体は、日本ではすでに焦燥陰文書や、俗に本気に確認でき、さらに古くは、中国の本草書、五広志本草にまで遡ることができる。理事鎮の本草項目には次のようにある。 考えてみると、五広四本像には、林府、たの名を、昆布とある。ならば、自我で言われている、林は林に似ている。これは、東海にあるというものは、昆布のことである。林の発音は、漢で、生死の字を意味するが、生って、昆となった。理事人、本像項目草の鉢ただし、中国でいう、昆布は、文献によって様々に記述されており、実際には、 どの階層を指していたのか同定が難しい。例えば、沈臓器は、昆布は南海で産出し、その葉は手のようで、大きさは薄や足ほど赤紫色をしている。その葉の細いものが階層であると記しており、荒めカジメ、ワカメ、黒目といった様々な階層を想起させる。昆布は、少なくとも、当時は、東海でも南海でも取れるものではなかった。 また、理事陣も手のひら右尺に習い、昆布と解体を別種のものとして記述している。もう一つは、アイヌ語で昆布を指す昆布の音訳とする説である。このアイヌ語は、さきの中国語、臨府、または昆布と告示しており、一方が他方の借用語である可能性がある。自我には、臨に臨、組に組、か海有の。臨は臨に似ている。組は組に似ている。 これは、東海にあると書かれており、郷広本像には、輪布の別名が昆布であるとする。また、東光景は、昆布が食べられることを記している。ただし、前述のように、この、昆布が日本でいう昆布と同じものなのかは定かでない。日本では、古くから昆布が食べられてきた。縄文時代の遺跡からは、ワカメなどの海藻の植物依存体が見つかっており、昆布もまた、 この時代から食されていたかもしれない。文字資料で残っているものとしては、前日の軍夫は、音から推測して、昆布であった可能性がある。俗日本期の霊気元年10月定中条には、エゾのスカコマヒルが、先祖代々、朝廷に献上している昆布はこの地で取れるもので、毎年欠か,かしたことがないと言った、とある。平安時代の演技式にも、 道の区から奉納されていたことが記されている。安土桃山時代には、城建築の際に石を滑らせるための材料として使用していた。安土城や大阪城でもこの工法が使われている。戦国時代には人中食として昆布が使用されていた。江戸中期には、鶴ヶが昆布の唯一中継地となり、高架に入ってから江戸や大阪や各地に広がっていく。 特に大阪においては、豚屋が発展した。江戸地の開発が盛んになると、北前船などの航路の整備、出荷量の増加などにより、全国に広まっていくことになる。とりわけ、琉球王朝時代に昆布を中国への調工品の主要産物としていて、調工には適さない半端物や下等級品をやむなく工夫して、実家消費したことから、後に、 伝統料理化する沖縄料理にはよく用いられる。放送された日高昆布乾燥させた昆布を湿気の多い大阪で倉庫に寝かせておくと熟成することで昆布の渋みがなくなり甘みが出てくる。大阪に昆布が広まったのは、商用船が日本海航路を通って下関経由で大阪に運ばれるようになってからである。安土桃山時代に、脳。 寒物の一大集積地であった大阪は、多湿な気候が寒物や昆布の旨味を熟成させ、江戸時代にはこれらは大阪の味ともされた。大阪の農産物と交換に、江戸から運ばれた寒物は、昆布の他に、ホタテ貝、棒ダラ、磨き日ンなどがある。主に商用船は、太平洋側を避けて、日本海航路で運ばれるようになったことから、大阪より、 鶴ヶ谷大バまで昆布の消費が多い傾向が見られる。また刃物の町である堺の職人により乾燥昆布を甘酢に浸し表面を削ったおぼろ昆布が生まれた。昆布表面の黒い部分は甘酢がよく染みていることから酸味が多い黒いおぼろ昆布になる。中でも表面を薄く削っていくと内側の白い部分が出てくる。ここは巣に浸っておらず昆布本来の甘みがある。 この昆布は大白おぼろと呼ばれる。最後に残った昆布の芯の部分はバッテラ寿司や押し寿司に使われるバッテラ昆布になる。薄く削るには職人による高等技術が必要とされる。蒸気の境でもおぼろ昆布が発達し、また北前船の集積地でもある敦賀でもおぼろ昆布技術が発達した。おぼろを削ったヘタの部分は爪昆布と呼ばれ、お菓子として食べられることがある。 また、爪昆布は、煮込むと、昆布特有の粘りが強く出ることから、煮物などの調理の際に、煮汁と共に入れ、その粘りを利用して表面に浮いたアク取りを容易に、するといった使い方もなされた。その他昆布の加工品といえば、塩昆布が連想されるが、戦国時代の出陣の際、勝ちぐりや喜ぶなどの縁起を担いだ、出陣式に醤油で炊かれた、塩昆布は、 最木昆布を醤油で煮込んだものであった思われる。醤油で炊かれた塩昆布を木鉢の網の上に並べて乾燥させては醤油につけ、網の上で3回乾燥させたものを塩吹き昆布といい、昭和20年代に初めて作り出され商品化された。粉が表面に吹いているように見えるが、これは昆布の旨味成分が結晶化したものである。しかし現在では、イノシン酸や、 昆布のグルタミン成分などの調味料をまぶす場合もある。北前船で江戸地から運ばれた昆布は上方でその多くが消費され、上質なものは上方で消費されたので、江戸へ回った分はその残りで、量が多かった日高昆布がほとんどであった。また、江戸の水質は上方より香水よりで昆布の出汁が出にくい水質であったために、出汁の材料として、 鰹節が多く使われていた。江戸時代に、江戸つくだ島では、昆布などの海藻などを醤油などで煮しめた料理が多く、作られ、つくだ煮と呼ばれるようになり、郷土料理となっている。シーボルトの江戸散布機構によると、最上徳内がサガレンに滞在した時に105人中53人が、寒冷の影響で死亡したが、徳内は大量の昆布を食べることで、すこぶる健康であったと記載されている。 長年、海藻を食料として扱うことの少なかった、海外でも和食ブームもあり、昆布が食物として見直されている。マインクラフトでは乾燥させた昆布を食べることができる。ありがとうございます。